俺のようにこうして今もダスカーの外で生き延びている者はいる。私はダスカーの血を引いている。ファーガスは憎い仇ではあるが、あの男が王となるというのなら力を貸してやってもいいと思った。私たちが胸を張って生きられる国を作ってくれるのだと、そう信じている期待しているぞ。負けるだなんて許さないからな。貴様らを殺し尽くすまで我らの恨みは消えん許さん、貴様らさえ、貴様らさえいなければ。ゲドーどもめ、俺たちが何をしたと言うんだ。同胞の仇、たとえ刺し違えても、全ては我らが宿願のため、ここで消えてもらおう。死にたくないのなら引け。あんたらファーガスの軍じゃないのか。とにかく助かった、礼を言う。今なら見逃してやれる。早く引け。俺たちを殺さないのか。とにかく今は引く。無事に離脱したようだなこれはよく、こんなところで恩敵にまみえるとは。恩敵か。ああ、全くもって正しいな。貴様を殺しファーガスを倒す。そうして初めてダスカーはよみがえる。貴様、ダスカー人だな。憎き仇どもと慣れ合うとは。ダスカーの魂も誇りも失ったか。言いたいことはそれだけか。しばらく寝ていてもらうぞ我らの宿願もここまでか。国王の謀殺事件、ダスカーの悲劇、奴はそれに関与していたのだろう。ディミトリオのそばには恐ろしい形相のダスカー人が常に控えているって噂です。しかもそのダスカー人は熊と見まがうほどの巨漢だそうですよ。